おい、ヒカル、YouTuber、ヒカル、聞いてるか中堅芸人に対して、ボロクソにダメ出しをされた。そんなことを、YouTube で、語ってたな。それが、今、ポン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 と、芸人が、それ、俺じゃねいや、それ俺だよいや、俺だよ俺だよみたいな。便乗船に乗れみたいな感じで、めちゃくちゃ芸人の中で広がってる。あれ、俺思ったんだけどさ、 なあ、ヒカル。あれって、中継芸人 X は、実在しねえんじゃねえかヒカル。なあ、あれは、ヒカルしかできない、高等な炎上商法だと思う。俺はそう思うんだよ。なあ、ヒカル。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 そしてその後に10日後ぐらいに、いや、X 芸人について、俺、怒ってしまって申し訳ございません。みたいな動画を出したじゃない。 あなた、な、光るその動画が120万ぐらいかなと思ってたら、ボーンと200万再生いった。いや、でもすごいよ。再生数の取り方、そして爆上げの仕方。もう、ものすごいセンスだな、光るうん。ミスター X 芸人が本当に実在するのであれば、光るその X 芸人を俺だけに教えてくれ。そしてコメントくれ。 ヒカル、お前はすげえよ。なあ、ヒカル。ヒカル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 。お前はすごい。俺は好きだぞ。存在してない X 芸人に、ヒカル芸人は踊らされる。